いつも見てくれてありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。おはようございます。今日はファンタジールーム、まあちょっと順番がね、あちこち違ってるけど、あ、れいちゃん来た。れいちゃん、れいちゃん、はい、それとアメちゃん、アメちゃんと、これフーマくんか、誰だった、フーマくんか、フーマくんちょっとね、ちっちゃくなったから分かりにくくなってきた。まあ、ええことやねんけどね、あ、太りすぎてるんで、こんなにね、痩せるいうことはいいことやな。はい、他はいてないね。あ、みっちゃんがおる。みっちゃん、おみっちゃん、ね、おみっちゃん、シャークもこうかな。あ、やっぱりそこにシャークもこうなんだ。はい、シャークも、ね、シャークも、シャークも、それとずーっと来て、トラキチ、はい、ロッシーも、ロッシーに、ロシちゃん、はい、それと、あ、ルルちゃんがおらんの、はい、ルルちゃん、はいはい、ね、ルルちゃんとポポちゃん、サビちゃん、アリンちゃん、あと、はい、ソラちゃん、チャチャくん、はい、ミミちゃん、マニちゃん、あ、あの上に誰おるんや、誰や、くるみちゃんが、くるみちゃん、はい、ひなちゃん、はい、ひなちゃん、なんや、お久しぶり、ひなちゃん、それ食べたかみな、ご飯食べてる最中、もう食べたか、だいぶね、良くなったね、よかったよかった、目だいぶマシになってるな、治ったな、食べたか、ちっちゃい頃食べたね、お釣りが悪いね、ママ一緒に食べてる、昨日の夜プレでサラさんね、スパチャメンバーシップギフト、エンプさんありがとうございます。はい、おばあちゃん、おばあちゃんに、あ、映るわけない、おばあちゃん、おばあちゃん、それと、あ、デイちゃんの、これこれで全員かな、アメちゃん来た、こんな感じで全員かな、これで、あ、レオ君が来る、レオ君ね、レオ君、レオ君、まあ今日はこの子たちのね、あの検査、検査ね、5匹のこれとね、エルサちゃん連れて行くよって言うけど、エルサちゃんちょっと置いといて、メルママの方がやっぱりちょっと心配なんでね、おしっこは出てんやけど、なんかご飯食べてる
よう分からんからね。あの一応、まあ、出にくいのは出にくいんですよ、ずっと。だから見るもんも、まあ、あの連れて行ってもらうようにしますね。はい、まあ、エルサちゃんもね、病院行ったらね安心されるかも分からんけど、ちょっとね予約がね取れないんで、まだでいきなり連れていくようなできないんで、もともとメルモーマー取ってたんで、やっぱりちょっとメルモーマー連れていこうかなと。まあ、レオちゃん、エルサちゃんね、おトイレ長いちょっと入ってはるいうね、コメントとか LINE はいただいてるんやけど、まあちょっと対策はねしてるんで、特に病院連れて行ったからってね何があるかわけではないんでね、まあ、ちょっと様子見てもって、レオ君落ち着いてね、まあ、あまりまだ多い方またね、予約取っていくようにはするしますんで、ついてね、なんか綺麗ね、昼間撮ってるみたいな感じ、明るくて、ほんま夜やねんけどね、実際よりもむっちゃ明るく見えんねん、これね、なんでやろ、綺麗わ。サビちゃんね、ロシもここにおるしね、ポポちゃんにルルちゃん、瞳が可愛いね、君はね、ね、よし、タビちゃん、ね、クーマ、ちょうど痛い毛だった、まだちょっと太いけど、ク、ね、ラちゃん、ちゃお、ちゃちゃくん、ね、まあ、こんな感じでね、ありがとうございました。ミギちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。